なんだか不思議だぜ。殺しても死なないじいさんだと思ってたのにな。私がもう少し何かをしてやれればよかったのかもしれん。そんなことないだに、四代目。大野木様は最後に正しい意志をもう一度拾うことができただに。そっか。ああ、それに俺たちに大きな教訓を残してくれた。大事なのは人の手で人界を守っていくこと。そのためには里の若い連中を育てていかなきゃならない。そしてそれは今生きている我々の役目ということだな。だが今回のことで失った信頼を取り戻すためには少なからず時間もかかるだろう。里が一丸とならねば。それなら心配ないと思うってばよ。これほどの人々が。それほどあの御神の残したものが大きかったということだろう。三代目様、俺こんなだけどきっと里を守れる超強い忍びになってみせますから。三代目様の意志は俺が必ず。俺たちには世界で一番固い意志がある。そして意志は受け継がれていく。